こんにちは。転売王、堀秀夫です。今日は転売王の戦略ですね。転売王の戦略とは、転売王というか戦略とはね、やらないことを決めること。まあ、これが戦略の意味なんですね。私は楽に勝てる喧嘩しかしない。まあ、これを鉄則にしてます。まあ、そもそもね、戦略というのを、作戦とかですね、戦術とか何をやるかとかと、混同している方多いですけど、戦略っていうのはやらないことを決めることです。で、大体戦略の話をしてるとね、いつの間にか努力をしないで稼げるわけはないみたいな話に、なんか方向違いに行っちゃうことが多いんですけど、まあ、これ世の中でとてつもなく過大評価されてるもの、まあ、それは努力と。ね。まあ、頑張んなきゃ何も始まんないとかね、頑張んないで稼げるわけがないとか、まあ、いうことを、まあ、受け入れられやすいんで言ってる方多いですけど、まあ実際、頑張ったぐらいでどうにかなることってのはそんなにないです。向いていないことを、どんな頑張ってもね、向いてる人にはかなわないと。まあ残酷なようですけど、これは現実ですね。で、まあ孫さんがね、創業して2年間一切営業活動しなかった。一生懸命働くのではなく、一生懸命に働けっていうね、記事がありました。で、それを見てるとですね、なんか孫さんが働かなかった。営業活動しなかった。で、毎日9時から2時までね、何をやるのか考えていたというのが、9時から2時までガンガン働いてたみたいに、いつの間にかすり替わってしまってまして、長時間働きゃ成功しないことはないということで、この記事が終わってます。ところがですね、この記事の根拠というか、土台になっているのが、ランチェスター戦略という戦略なんですけど、ランチェスター戦略とはですね、戦争の時にどうやれば戦争に勝てるか。それを、まあ、孫子とか、まあ、そういう時代の流れから来てですね、欧米向けに、アレンジしたというか、第一次世界大戦の時の、作戦を決めるやり方として考えたのがランチェスター戦略と。で、ランチェスター戦略はね、よく見る図式、攻撃力は兵力数の2乗かける武器の性能。まあ、これをね、戦略の重要なことだと。一点集中すれば勝てるというふうに、言ってることが多いんですけど、まあ、重要なのはですね、これは攻撃力の、話であって、戦略とは直接イコールではないと。関係はないとは言いませんけど、イコールではないと。戦略ってのはそもそもね、この攻撃力、勝てる戦いはどこかと。勝てる戦いしかしないっていうのはまず戦略です。で、これを戦略を戦術に落としていく段階で、この攻撃力云々の話が出てくるわけですね。で、ここで重要なのは、まあ、通常戦争ですから負ければ死にます。だからね、必死で普通やってると。で、負ければ死ぬわけですし、負ければ国家が危ういわけですから、武器の性能も最高の性能のものを通常は持たせてると。採算度外視ですね。死ぬ気でやる奴が採算度外視の武器を持って戦うわけですから、まあ通常は、この図式は、きちっと単純で効果が出ると。まあ、ところがね、これをなぜか経営とか人生に置き換えて、素質、そして時間の2乗で経験を足し算するという式にいつの間にか変わってます。で、一見ね、似たような式なんで同じような気がするんですけど、これ全く異なりますね。そもそも、いくら時間をかけたところで、必死でやってるかどうかって問題があります。ね、別に、経営って、まあ、経営でね、ダメだったら潰れちゃうんですけど、現実問題潰れてる会社が多いのは、必死でやらないから、向いてないものを、必死でやるから、必死でやったところで向いてなかったら効果は出ないと。ね、向いてることを見つけないから必死でやらないと。で、そしてここで、向いてることでも必死でやらないといけないみたいに変わっちゃうんですけど、まあ、そうじゃないんですね。必死でやるんではなくて、情熱を持ってできることを続けていれば結果は出やすいということが言えます。で、戦略で重要なのは、現状で勝てる戦いを見極めることですね。なぜかというと、負けたら死ぬわけですから、今の戦力で勝てないことはしちゃいけないわけですね。で、まあ、林先生ね。今でしょうの林先生が言ってる。大した努力をせずに勝てる市場で戦う。まあ、私の好きな言葉なんですけど、
おそらくこれもですね、努力はでも必要だと。ね。で、努力しなきゃ初めは勝てない。で、努力すれば勝てる市場で戦うっていうふうに普通は取ると思います。これだとね、誤解があると思います。実際の戦術っていうのは、戦略ってなんですね。全く努力しなくても勝てる市場以外では決して戦わないこと。で、どこなら勝てて、どこなら負けるっていうのをきちんと見極めるかどうかっていうのが戦略家のやることだということですね。勝てるまで努力をすることじゃないんです。だからね、ホッキョクグマと戦うっていう選択をすれば、ね、どんな敵でもあったら人間様武器持ちは強いんだからとかね、勝てるかもしれないって言って戦っちゃったら、まあ、ホッキョクグマに勝つのはかなり難しいですよね。まあ、ハンマー裕次郎みたいに戦いの素質があるなら勝てるかもしれないですけど、通常は無理だと思います。また、アメリカと戦争してね、勝つというのも非常に難しいですね。これ何が何でも回避するという選択をしないと、まあ、国がなくなってしまうと。ね、因縁吹っかけてくるのをかわさなきゃいけない。まあ、そのためにね、外交とかそういうことがあるわけですね。で、そういうのを考えて、戦略っていうのは、成り立つわけですけど、なぜかね、この戦略の話ってよくね、この長時間働いて勝つとか、ニッチに絞るとかそういう方向に行っちゃいますけど、そういうことじゃないんです。戦略というのは、全く努力をしなくても勝てる市場を見つけることが大切だと。で、孫さんが創業して必死でやっていたのは、必死で働いてたんじゃないんですね。必死で勝てる市場を見つけてたと。努力しなくても勝てる市場を見つけてた。努力しないで勝てる市場を見つけて、で、努力をすれば、勝てると。逆に努力をしなくても普通にやりゃ勝てると。まあ、勝つのが楽しければ楽しんでたら勝てるって話ですよね。で、孫さんの話をね、見るとね、藤田伝さんに、何をやれば儲かりますかと、何をやるべきですかって聞きに行ったと。で、人にも聞きに行くと。自分でも必死で考えると。でもやってた内容が、どうすれば楽に勝てる市場があるか、ね、これから楽に儲かるところはどこかっていうのを探してたわけですから、そのまま言うと標準的な人には受けが悪いです。だからいつの間にか、努力をしてたって話にすり替わってますし、世の中の多くの成功者と言われる方たちの話は、成功した後だとですね、バカでも売れる商品を見つけたんで儲かりましたとか、努力しないで勝てる市場を見つけたから、大成功しましたと言うと非常に受けが悪いですね。だから、運が良かったんですとか、たまたまですとか、好きでやってただけですって話をするわけです。本質的なところは逆です。好きでやれることをやると。ね、好きじゃなかったら情熱も持てないし、工夫もしないから、好きなことをやるしかないです。で、好きなことの中でも、他人がね、非常に強いと、自分の今持ってる能力じゃ勝てないというところで、いくら頑張っても芽が出ないですね。野球を一生懸命頑張った人が全員プロになれるか、プロになって、暮らしていけるか、メジャーリーグがいけるか考えたらね、それは、もともと、大好きで大好きで、で、しかも勝てるという人以外は、メジャーにはいけない。プロ野球選手にはなれないっていうのを見ても明らかです。そんなわけで、楽に、まあ、勝てる市場を探す。全く努力しなくても勝てる市場を探すっていうのが、儲けるためには大切なことです。いつの間にかね、努力をしましょうって話にすり替わっちゃうことが多いんで、この点は気をつけた方がいいです。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。